こんにちは、今回はですね、こんな変な問題を考えましょうということです。無限に続く階段があって、それをサイコロを振って出た目の数だけ上がっては立ち止まるというものを繰り返していく。さあ、これを繰り返していって、十分上の方のとある段に立ち止まる確率を求めなさいっていう問題です。十分上の方っていう、何とも知れない、よくわからない、曖昧な表現をして、そんな、階段に立ち止まる確率なんて求められるのかってことなんですが、実はうまく求めることができます。しかもそんなに難しくないですね。極限的に表現してますが、極限は一切使えません。さあ、答えなんですけども、全ての面、仮に1のサイコロっていうものを考えてみましょう。そうすると、どんだけ上の方にある、とある一段、曖昧な表現してますが、とある一段に立ち止まる確率、それはどう考えてもいいですね。絶対全ての階段に立ち止まるわけですから。さあ、で、全ての面が、じゃあ2のサイコロっていうものを考えてみましょうか。そうすると確率は、2分の1になりますよね。偶数段目に止まっていくわけです。だから、とある段が偶数段目か偶数段目じゃないかっていうもので、確率2分の1で立ち止まります。同様です。全ての面が、もし3のサイコロがあったならば、確率は3分の1になるでしょうね。3の倍数の段か、そうじゃないかっていう確率でございます。さあ、そういうふうに考えていくとですね、全ての面の数の逆数が確率になっていることが分かりませんかってわけですね。全ての面の数、全ての面が同じサイコロがもし存在したならば、確率はその数の逆数値になるっていうわけです。さあ、じゃあ、一般的なサイコロですね、全て同じ面のサイコロと見なして考えたらどうなるかってわけなんですね。これってどういうふうに考えたらいいかっていうと、期待値を考えましょうってわけですね。期待値で、そう、一回振って結果的にはどれくらいの値が出るのかっていうのが期待値でございます。サイコロの期待値の計算はそんなに難しくないですね。1×6 分の1、全ての面は6分の1の確率で出ますから、こういうふうな計算を、やればいいわけです。つまり、1プラス2プラス点点点、6×6 分の1です。で、これ計算するといくらですかっていうと、2分の7になります。つまり1回サイコロ振ったら、だいたい 3.5 の値が出てるよって考えていいわけですね。これすなわち、全ての面が2分の7の数字になってるサイコロを振ってるのと差し替えない、そう考えて差し替えないというわけですね。だから答え求める確率はその逆数値の7分の2になりますよっていうのが、この問題の答えになります。いかがだったでしょうか。意外とシンプルな考え方で問題解けますよね。面白いなと思った方ですね、ぜひお友達、学校の友達ですね、同級生に出してみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。Well, I can be the one you read on now. The world is yours.